はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。インペリアルサガ、第2回目をやっていきたいと思います。前回ちょっとオープニングの方が、ここのオープニングと変わってたようなんで、一回オープニングを見てみましょうか。すぐ始まるんで。かつてこことは違う別世界で破壊と創造をめぐる戦いがあった。ふんふん。破壊を司る血肉の王バダガラ、創造を司る奈落の神ネメアー、千年を千度繰り返し永劫とも思える長き時、両人は戦い続けた。だが均衡は破られる。兄弟心を吸収したバダガラは三層一体の神の力を手に入れた。追い詰められたネメアーは残る全神器を解放し、三層一体の神に対し力を使うように強いた。激しく噴出する魔力、三層一体の神は分離された後も無数の傷口から溢れ出す力を抑えることができなかった。ここら辺から一緒か。そうして混沌の世界は生まれた。ネメアの血を継ぐ人類の未来を託された皇帝アデル。アデルと共に戦い、歴史を織りなす戦士たち。こうして物語は始まったという感じか。なるほど。じゃんと、じゃあやっていきましょう。お、倉庫、新しく受け取れるものがあります。とりあえずちょっとこれ一周してみますか。交易所、クラウンや、紋章を消費してアイテムを購入できる。バルク宮殿、現在の進行状況やこれまでの戦歴を確認することができます。修練の塔とか魔法研究所、道義場はまだ使えないですね。出撃はもうこれ完全に出撃するんだろうな。宿屋、家臣を休養させてヒットポイントを回復。結託はこれさっきあれか、仲間を集ったとこっすね。ここは倉庫だよ。所持上限に達して入手できなかった品物はここへ届けられるんだと。あ、そうなの。名声 ×2000。 うん、受け取りましょう。イエーイ。特別招集状、これ何、どこで使うの。受け取っていないアイテムはありませんと。クラウン購入、これ課金仮装すると、ここら辺はいいでしょう。バトルスピードちょっと高速にしようかな。画質はこうでいいか。 OK。 クラウンコインちょっと見てみよう、見てみるだけ見てみよう。生年月日は登録されていません。なんかいいや。やっぱやめよう。そう、なんかグレイがあって行動手に事前登録したんで、行動を入れるところがどっかあると思うんだけどな。家臣の詳細や部隊編成ができます。ちょっとわからない、どこでやればいいんだ。これ人形引退ってなんだ、引退へ。あ、何やめる、ちょっと待って待って、押すだけ押してみよう。引退させる家臣を選択してください。あー、いっぱいになってきたら引退させてクラウンにすることができるのかな、多分。ちょっとわかんないけど、そんな感じっぽいですね。とりあえずじゃあこれでいきますかと。結託の砦、上級養成所、兵士養成所って何、20ってなんだ、特別養成所、これ多分特別のなんとか使うんだろうな。ジャミルか、超レア度が高い。上級養成所初回のみ、王者以上の出現率は。王者って何、これ養成じゃん。兵士養成所、この20ってのは20クラウン使うってこと。我が元に集え、我が元に集え10回。何これ、あと20回使用できます。何これ、ガチャみたいなやつ。ちょっと1回、100円もすんの、たっけえな。マジか、かなり高いぞ。上級養成所っていくらだっけ。あ、360クラウン初回のみ、王者以上出現率は。王者ってなんだよ。だからちょっといいや、まだとりあえず。倉庫とかであれなんかできないのかな。家臣、
家臣、受け取り履歴に受け取り履歴はまあこれでしょう。わからないからいいや。交易所をちょっと見てみよう。こちらは交易所です。超何これ、休養している家臣を即座に回復することができます。あー、ヒットポイント減ってるとこれ休養させなくといけないんだな多分。家臣や施設の強化にかかる時間を即座に完了することができます。なるほど、こういうのを使って課金してけと。技道場の展示に使用しますと。お守り、能力が成長しやすくなります。マジか、結果に関係なく1個消費されます。2400円、10個お得。なるほどね、お得セットね。紋章交換、白銀の皇帝、これ何？あ、切り落としとかがあるってこと？ 1 セットって何？ 銃って何？何を使うのこれ？獅子の紋章が10個必要です。あー、そういうことね。はぁ、あ、はぁはぁ、バーバラ、タチアナ、ゲラハ。あ、これ普通にもう雇えるってこと？白銀の皇帝って誰？タチアナもわかんねえの、誰だ？精霊石って何？ちょっとわからん。まあいいや。じゃあちょっと出撃しましょう。まあ最初だから多分大丈夫でしょう。複数のエリア。作戦発生。なるほど。なるべく簡単なとこがいいな。これは、どれだ？おすすめって書いてある。失われた地。アウナスかよ。アブナス撃破には雪だるまの協力がいる。え、マジで？これ何？あ、ヴァンガード奪還。ホルネウスの部下。あ、いいね。これロマサガ3っすね、ヴァンガード。ちょっとおすすめだし、これやりましょう。ヴァンガード奪還せよ。行くぜ、進軍決定。これできます。てか、アセルスは戦わないの？なんか、軍師みたいなことやってるけど。撃たねばなるまい。魔界公フォルネウスを撃たねば帝国は滅びる。実態は海底宮に隠しているんだから、今のフォルネウスは幻影ってこと？幻影でありながら壮絶の強さ。さすが西洋が7度の戦いに敗れただけはある。あ、そうなの？そんな設定だったっけ。感心してる場合じゃないよ。フォルネウス配下のモンスターが、黒妖怪まで迫ってるんだから。西洋は7度敗れた。だが8度目に見事フォルネウスを撃退しアベスに追い返したと聞く。どうやって？やつはあらゆる巨船を沈めたが、西洋が作りし海上移動要塞ヴァンガードだけにはかなわなかった。海上要塞ヴァンガード、その名は聞いたことがある。今やヤーマスとモーゼスの間の海峡に。ですがご承知の通り、失われた地の中でもあの辺りはひときわ激しい潮気をはらんでおります。この輪一体の地理に通じたモーゼスの術師たちを置いて他にはあるまい。術師たちってもしかしてウンディーネとボルカの、あの二人最悪の仲だよ。そうだったね。それゆえ互いの力を知り尽くし軽している。あの二人が結託すれば心強い戦力になる。で、何をしに行くの？ウンディーネとボルカの。ボルカのってファイアウォールとか使ってきたよね確か。まあ、とりあえずヴァンガードを奪還せよ。出撃。うっぺるなー。ここら辺は、いや高速戦闘早いな。いいね、サクサク進む。あ、そうか、仲間がだいぶ変わったんだ。ロマサガ2の皇帝の陛下たちがちょっと集中になってんな。今後のメッセージは表示しない。合流まで、まあ、こっちも適当に行こう。ベア、ジェイムズ、テレーズ。皇帝は多分強いから2人で行こう。アルベルトも強えな。ちょっと失敗したかな。てかロマサガ2シリーズ弱い弱いぞ。ちょっと待って、ね、これ戻せる戻せるな。ちょっともう一回編成を考えよう。まず皇帝はとりあえず
マップを確認しよう。もう一回分岐したときに、あ、ここで一回合流するのか。で、分岐の合流ってことは、そうだな。よし。皇帝、ベアの、あとはこの3人で行こう。OK。ほら、頑張れ。お、ひらめいた。影抜いたのはデカラメアとかじゃないかな。よしよしよし。退却するとどうなるの、まあ、あんまりちょっと退却は使いたくないんで。お、パリーかよー。しかも弾いてくんなかったし。これそういえば、技溜まってきたらどうするんだ。オッケー、成長しなかった。これはなんだ、名声か。名声って何なの、ちょっとわかんないな。これも後で調べないと。もらいて。これとりあえずずっと勝手にしろの応答戦闘でいいかな。こいつらはよくわかんな、弱いから。だから箱ゲット。これはなんだ、修練の手形。宝の種類もよくわかんないな。ここで合流、第一部隊第二部隊が合流。これで進むと、勝手にしてください。ミニマスが弱いな。 OK。 てか少しミスが多いな。ミスが目立つぞこれ。でもいいな、これサクサク進んで、あ、攻撃、うお、またミスった。足ばれ、足とかないだろうこいつ。ないっていうか浮いてるだけか。足はあるか。テレーズが結構減ってきてるな。皇帝強いな。そうするとやっぱ陣形だよな。陣形が重要だよ。フリーファイトしか持ってないけど、皇帝を前面に出すっていう感じでいきたいんだけど、ちょっとマップを見よう。1,2 だから先に右の部隊の方がボスにたどり着くんだよこれ。そうするとこれ絶対こっちにやって、こうの、こいつら弱いからな、やっぱ同じでいいや。おいおいと、アレベルトって何、戦兵士、兵士何が違うんだ。皇帝の手なんかあるんだろうなきっと。うわー、敵がいっぱいいる。勝手にしろ。おい、あんまりダメージをな食らいたくないんだけど。テレーズのヒットポイントが112。これ終わるとちょっと回復するのかな。で、皇帝と、よし、いけ。敵が多い。敵のミスも目立つな。パーリーとかいらない。遅いし、しかもパーリー。いやー、ペアのヒットポイントがやばいな。これ傷口とかそれはどうすりゃいいんだ。手に入れたけど、新聞どうやって回復とかできないのかな。廃材とか何なんだろうな。で、こいつが一体で先にボスだ。よしよし。おお、ニクシー。とりあえずまあ攻撃開始でいいかな。ザクを削ってこう。なるべくなら皇帝狙われたいんだよな。まあ、ね、攻撃で、ミスるな。少し集中攻撃をかけると、パリーしかない。早草切り、あ、二段切りがない。体験かこいつ。槍、アルベルト槍なんだ。エミングにしよう。最後に行動、あ、そうなんだ。まあいいや、いけ。早草切り弱っ。敵弱っ。オッケー。相変わらず派手なだけの低劣な術を使うのね。あなたには俺の術の本質は理解できる。なんかボルカノすげえ少年っぽくなってない？もっとおっさんみたいなイメージだったんだけど、ボルカノ。気取った物言いも低俗ね。あなたのそういうキザなところが昔から大嫌いなのよね。あなたに好かれるぐらいなら己の術に焼かれる方がよっぽどいい。私たちって永遠に分かり合えないわね。それで？おいおいおい、仲直りしろよ。どういうこと？全然動かないわよ。
ここに何かを設置する空間がある。おそらくこいつを起動するには何らかのアイテムが必要。そんな情報を聞いてないわ。せっかく奪還したのに持ち帰れないわけ。わめいたところで動かないものは動かない。辺りはモンスターだらけなのよ。次来た時にまた奪い返せるとは限らないわ。玄武とスザクの2つの術の合わせ技で結界を張ることができる。結界？モンスターどもを寄せつけぬ強力な結界だ。2人で協力して結界を張るわけ。無理にとは言わない。だがモンスターの侵入を防ぐためだ。いいわ、やりましょう。だが勘違いするな。魔王の盾は別の話だ。相変わらずこいつら魔王の盾求めてんのか。一時休戦ね。てか魔王の盾あんのこの世界に。ああそうだ、一時休戦だ。奪還成功。20円。次へ。クリア報酬。ここら辺のアイテムがちょっとわからない。 OK。プレイヤーレベルが上がったよ。おめでとう。何プレイヤーレベルって。レベルアップの記念にアイテムが届いたよ。 OK OK。 新しい陣形が使えるようになったよ。お、本当？新しい施設が使えるようになったよ。早く建設しようって。何建設しないといけないの。この子宮傷薬ってなんだ。宿屋に行こう。ここは宿屋だよ。ヒットポイントが回復するんだ。家臣はベッドの数だけ同時に休ませることができるよ。どうやって。休養させたい家臣を選ぶとその家臣がベッドで休養を始めるよ。回復させるヒットポイントが多いほど時間がかかるから注意して。ベアがちょっとヒットポイント減ってんな。回復まで1時間40分30秒そういうことか。なるほど。時間が欲しいな。課金しろとか言ってくんだろうどうせ。今回は特別に子宮傷薬プレゼント。ああここで傷薬使うってことね。まあいいや、プレゼントしてくれるっていうんだから。なるほど、回復完了。ベッドが2つしかない。あとはちょっと減ってるな。そういうことか。なるほどなるほど。ここに子宮傷薬が、5個ある。最大5個まで生じ可能ってことは使ってこう。もうこれどんどん。あれどうやって使うの。一回寝かさないといけないの。アンデルとアルベルトはいいや、あんまり減ってないから。とりあえず休ませよう。1時間、結構時間かかるな。傷薬、傷薬、ベッドを購入あるのここに。ちょっと見てみよう。身代わり人形5個セットって何。 LP 減少1だけ防ぎます。 LP あんのかよ。あ、帝国軍旗がある。いいねこれ。あなたは現在3個持ってます。あ、そうなんだ。弊社、家臣の所属上限数が4増えます。ベッド800円か、高えな。勲章交換、ないんだよね紋章が。バルク宮殿、プレイヤーレベルが上がっておめでとう。ほうほうほう。暗号入力、あ、これもしやあれかな。入手した暗号ここに登録すると何かいいことが起きるかも。進む、暗号入力して。そう、ちょっとこれやったんすよ。今ちょっと暗号を確認するんで、シリアルコードを入力すればいいのかな。これは、まあ、多分別に見せちゃっていいと思うんで、自分しか使えないと思うんで、V の Q の S F R W C P M L A 2と。どうだ。おお、グレイを取得したよ。倉庫に行って確かめよう。確認、倉庫にグレーがいんのかよ。倉庫、家臣か。そうするとグレイ。おお、この家臣受け取りますか。将って書いてある。将軍の将かな。受け取る、了解。受け取ってどうしたんだ。どこにいるんだグレイ。作戦本部。おお、新しい家臣が加わりました。グレイ、
家臣詳細レア度とかあんのかな。攻撃タイプ体術拡大ってなの。あーレア度 3.5 って感じかな。そうするとおーちょっと閉じたいんだけど相関図な、何相関図って。これは普通に物語の設定かな。まあいいや、そういう豆知識みたいなものもあるんだね。成長率なんてあるんだ。出撃回数、成長値、体術、キックか。変更とかあんの。あーこれで技とか変更するんだな。装備品もあるんだ。なるほどなるほど。 LP は5。強いんだか弱いんだ、ちょっと弱そうだな。ヒットポイントはまあ高いよな。誰か変えるか。どうしよっかな。ベア変えよっかな。そうするとベアじゃねえや、テレーズ変えよう。テレーズとこれどうやって変えるんだ。グレーをこいつ OK 決定。人形が増えてた気がする。インペリアルクロスか。お、いいねこれね。でも多分こうやってこっちにした方がいいと思うんだよね。であとはベアか。これ後ろにいるやつってどうしようかな。ヨマサガ2組がちょっと多い気もするけどな。悩むな。ここになんとなくだけど弓を入れたい。で本来だったらベアをここに入れてみたいな話になるんだけど、ちょっと皇帝をここに入れて、ジェームズ弱えな。初期のやつだからか。これでいいや、決定。あとは術研究所ちょっと行こう。新しい施設の建設を始めるよ。なんか建設にかかるのか。おお、あと30秒かかるその間ちょっとだけなんかしよう。結託の扉、鳥か。特別養成所、これ特別券使えれば、あ、ある、使おう。もう早速使おう。こういうのはねもう使っていきましょう、ガンガン。ほらクローディア、これ誰だっけ。バーバラ、これなんか何何何よくわかんないんだけど、え、結局クローディア星3、クローディアが歌詞に加わったね。おークローディアに変えよう。クローディア弓だよねどう考えても。作戦本部行って、おできたっすやってる間にできた。絶対ねこれクローディアの方が強いと思う。251、攻撃力23、防御力19、素早さ24。あ全然いいわ、クローディアにしよう。 OK、 ロマサガ1が3人いるなOK で術の開発をしてみましょう。術法研究所は家臣たちが使う術を開発したり開発した術を取得するための施設です。術をまずは、まあ、開発か普通に。おー術を開発すると未開発の術のうち1つ開発できますと。手引き書が必要ですが今回は特別で無償で行います。分かった。最初は基本的にタダでできますね。水かちょっとないけど。ファイアボール開発開始これは時間がかかるのか。おおすぐ完成させてくれた、ありがとう。なるほどね、ここら辺で金を使っていくってことね。次の術開発に成功しました、ライトニングボルト。あーなるほど、必要なのが術14個、ライトニングボルト。俺今なんか8個しか持ってないのか。これかてか回復系とかあんのかな。水多分回復なんだろうな。これ土でこれ光かな。あれライトニングボルト開発済みになってるよ、どういうこと。施設許可できんねこれ。多分許可できないけど今の。え何これ、家臣を送り込むんだ。んーなるほど、ここで家臣を使ったり戦闘もな、ちょっと家臣は予備の人たちが欲しいからな。開発済みの術を取得できる家臣が待機中にいません。てか術いないっしょまだ。じゃあとりあえず開発したところか。というところかな。
じゃあ、とりあえずヴァンガードを奪還して、まあ、少し術の研究とかをやったところで、今回はこれで終了したいと思います。